僕らもずっとこの前回の2021年の春のキャンプを経験しましたけども、本当にどこにも行けませんでしたもんね。どこも行けないです。もうずーっとホテルです。でももう慣れちゃいましたね。ここ 2年3年2年ですね。今年は3年目になっちゃいますよね。はい、そうもう全然外出たいっていう気もあんまりないですよね。ホテルで全然十分過ごせますね。最初の2020年のコロナが流行りだした時に外出するなよというふうに周りから言われだして、あの時からですよね。もういやあの時からあの時は本当きつかったです、うん、もう外出たい飲みに行きたいとかなってたんですけど、もう去年あたりから1回だけ落ち着いてちょっとだけ2時間だけ外食 OK が出たんですよ、球団から。やっぱ出なかったですもんね。面倒くさいってなっちゃいました。なんか僕あの時期にインスタよくいろんな選手のやつ見てたんですけども、はい、竹山さんが隠し撮りでなんかそうですよ。途中から1軍のヒルトンホテルに移って、はい、キャンプを終盤に、はい、で竹山さんと隣の部屋だったんですよ。でベランダで隣の部屋から覗けるんですよ。で僕カーテンも閉めなくて窓も全開で寝てたんですよ。 海を見ながら。そしたら盗撮されてました恥ずかしいですけど、訴えようかなと思ってこうやって本を読んでるところがそうです。iPad 見てたんです。 iPad か変な動画見てなくてよかった普通に何の YouTube か忘れたんですけど見ててよかったと思って完全な盗撮スタイルの写真がカーテン閉めないんですよホテルで全く。あのキャンプの時期に毎日純喜君に電話してたっていう。そうそうそういや本当に暇でもう何しようかなと思って、で選手も集まっちゃダメだったんですよ部屋に。暇だなと思ってて、テレビ電話ならいいだろうと思って誰かと喋りたいなと思って、かといって毎日会うしなと思って立場とか電話してもしょうがないなと思って純喜に電話したらめっちゃ楽しくて盛り上がって毎日それが毎日の習慣になっちゃってよく聞いたら純喜は面倒くさかったらしいですあいつは予定があるじゃないですか別に名古屋で。僕はもうずっと毎日同じだからそれを楽しみにしてたのに、純喜は本当に面倒くさかったですって言いましたかかってくると一回出るの躊躇するらしいですで切れても僕もう一回かけ直すんであれ明日もって言ったのになと思ってもう一回かけ直すとすっごい嫌だったらしいです。ひどい時本当に12時とかまで喋ってたから 4時間ぐらい喋ってました夜8時から。ひどいっすよなんか高校生みたいな感じですね妻から、ええ、付き合ってんじゃないのかっていう変な噂も立ちましたよ純喜彼氏とか言われて、純喜の奥さんにも言われました何2人でずっとカフェ巡りしてんの。そうそうそう、カフェ巡りしたり、まあそれこそテレビ電話したり、オフになると毎日のように昼ランチ行ってたりしてたんですよ2人で車に乗って。そうです、今からカフェ行きますとか。そうそうそう、あの時ずっと本当カフェ巡りしてましたねなんか気持ち悪いですね今思い出すと何イチャイチャしてんの男30オーバーの男が30オーバーの。先月なんかキャンプ行って。そうなんですよ、男ばっかりで男ばっかりで最近なんか男でワイワイするのが、なんか高校生の時に戻った感じして面白いですよね。なんか仕事とは別で会うとめちゃくちゃ面白くて、キャンプの時も男5人で行って、まあでもみんなバラバラだったんでほぼ話はしなかったんですけど、バラバラで楽しかったです。よくよく考えても僕もどんだけインスタとかクラブハウスどんだけ見てんだって感じですけどね。すごいですね松尾さん、嬉しいです。結構見てましたねあの時期ちょうど1年前にクラブハウスが始まった時に、はい、結構ドラゴンズの選手そうですねちょっとやってたんですよね。メインっていうか純喜がやってで、純喜ともう一人知り合いの方がいて、その2人でやってるのに僕とか田島とかが入ってきてましたね。チンギスハンかなんかチンギスハンいましたね。そんな名前でしたよね。でもチンギス太郎。チンギス太郎、そうだ、チンギス太郎。で、純喜君松尾さん誰も知らないですそれ。純喜君のYouTube 見ました。そうだ、50m 走って牛丼食うってやつ。そうあれで僕も初めて知りました。この人なんだ。そうまあ詳細は純喜のあれですよね、 YouTube ですね、ジューズスタジオということで、 YouTube でどのように見てます？YouTube は僕野球関係のは全く、まあ、見てないから出てこないんですよね。最初のなんかおすすめみたいなのにおすすめで出てくるのが車、バイク、植物ばっかりですね。でもなんか最近見つけたのが中根かなっていうなんか歌手なんですよね。なんか面白ソング歌うシーンです。めちゃくちゃ面白いですよね。そういうのばっか見てます。確かに中根かなさん、インスタライブ、純喜君のキャンプの中でも、はい、中根かなの動画見たいんだよみたいなこと言ってましたっけ？言ってました。キャンプに来て、インスタライブします？普通。普通しなくないですかもう。いやみんなでワイワイやってるならいいんですけど、なんか100m離れたところで。2人で焚き火見ながらいや焚き火見ろよって話じゃないですか。あれどういうやつだって思いました。本当に何が楽しいんか。2人ともしかも顔映さず焚き火爆発して誰が見たいんだろう。全く顔が一切出ないまま、しょぶさん全く顔出ないまま声だけでやってましたね。恥ずかしいですよね。あれインスタライブってすごいですよね。顔出してなかなか僕にはできないですね。いや僕もできないですわ。松尾さんが見たいです。いやみんな楽しいっすよね。僕が YouTuber になってもみたいな。いやでも一時期 YouTuber になってみたいなって。いや松尾さんなってくださいよ。僕絶対見ます。どんなことやればいいのかが思いつかなくて。いや呼んでくださいよ。絶対出ますよ。松尾さんだったら多分みんな出たがりますよ。やりましょう。みんなでも松尾って誰だって思ってる人もいっぱいいるでしょ。いやいないですよ。松尾さん結構ドラゴンズで有名です。有名です。僕いつもこう双眼鏡を持っているじゃないですか。みんななんて呼んでるか知ってますか。野鳥の会の人。ずっと絶対数えてるよ。松尾さん鳥いるから。田島さんと又吉さんの2人がバカ笑いしてて。だってなかなかちゃんとした双眼鏡でこれ。そう完全野鳥の会の人ですよ。いやで便利なんですよ。あでもやっぱりなんかいじられる系で覚えられてますね。まあそうですね。すみません否定しないです。いやでも松尾さん人気者です本当に。みんな野球の話は逆にしにくいって言うんですよね。その番組とか出た時に、特に自分のことを言うのが嫌ですね。なんか自分のこと言うのちょっと変なハードルありますね。照れくさいとかですか。照れくさいですね。なんか、そうです。あんまりだから優勝とか言っちゃいますね。まあそんな中でしたいんですけど。そんな中で、今シーズンの目標は何でしょう。これが難しいですよ。今シーズンの目標。今シーズンの目標。あとまあよくあるのが、今日の練習いかがでしたかとか。ありますね。今日の練習いかがでしたかって言われると、いやいつも通りのことしかやってないしなと思って、ね、変になんか言おうとして深掘りされると全く答えれないっていうかっこつけて「いや普段とはちょっと違ったトレーニングしまして、ね、例えば」って言われると「やべえ!」ってなります。何もしてねえ。その中でよく出るのが「今日はどんなことを課題に?」とか。そう課題持ってやってなかったとかありますからね。普通に一日なあなあ過ごしちゃったとかありますからね。そこあって確かに。この質問嫌だなって何かあります？この質問嫌だな。来年に向けてなんか明確ななんか課題はありますかとか言われると、やべ課題まあ確かにあるんですよ。課題っていっぱい。課題は難しいですね。課題は。すべてですって言っちゃいます。難しい。方も難しいんですよね。こっちも。いやでも大事ですよね。でも課題はでもちゃんとだから考えとかなきゃなっていつも思います。僕課題確かに課題な契約更改とかでもあるじゃないですか。はい、来年今シーズン踏まえて課題って何かありますか、はい、ないわけないじゃないですか。はい、でも考えてないからすべてのレベルアップばっかり言ってます当たり障りない感じの。今回僕が契約を松尾さんでしたね。いやね、本当ね、ソブさんと田島さんの2人がそうですね、ちょっとニヤニヤしながら、完全田島も多分ニヤニヤしましたなんかそんな雰囲気はちょっと感じましたね。松尾さんで良かったです。今日これ持ってきてないなって思って。これカウンターと、次からカウンター持ってきてください。年俸カウンター。さあ、もうこんな感じでいいですかね、今日は。いや、楽しかったです。楽しかった。はい。ありがとうございます。いや、本当に今後ともよろしくお願いします。